ちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日はしめ縄も紙で作るお正月飾りを作ります。しめ縄をお花紙で作ります。作りたい2色の組み合わせでお花紙の色を選びます。まずお花紙を4枚用意して、これを貼りつなげます。お花紙の長い辺のギリギリの端のところにスティックのりでのりをつけます。のりをついたところに紙が重なるように貼りつなげます。またお花紙の端の方に同じようにスティックのりでのりをつけて、でまた1枚貼り合わせます。これで4枚つなげるようにしていきます。4枚つながりました。これを4枚作ります。4枚つなげたものを4枚作りました。もう一色も同じように4枚つなげたものを4枚作ります。つなげたものを1枚ずつくしゃくしゃとシワを作りながら細長くしていきます。もう一色も同じように1本ずつ塩をつけながら細長くしていきます。8本ともシワがつきましたら端を揃えて束ねます。同じ色同士が同じところに来るように色ごとに分けて端が揃うように束ねます。燃える素材の紐で束ねた先のところをほどけないようにキュッとしっかり縛ります。少し長めにして切ります。縛り目の根元、紐の両側をテープで動かないように固定します。色ごとの束に分けて、それぞれ右側にねじっていきます。2本を合わせて、今度は左側にねじり合わせていきます。
端までねじり合わせます。端同士を持ってきて、先ほどの紐で縛り合わせます。こちらに重なるように合わせて、形を整えて、余った紐でしっかりくくって縛って留めます。形を丸くきれいに整えて、余った紐は根元から切り落とします。椿の花を作ります。椿の花の色にしようと思う色画用紙を2色準備いたします。作りたいお花の大きさの丸いもの、お皿でも何でも構いません。準備して、これを型に1色2枚ずつ丸を取ります。2枚ずつ切れました。切れた丸を半分に折ります。中心から起こして、こちらの三角とこちらの三角が同じになるぐらいのところで折り曲げます。裏に返して、同じように端を合わせて三角形に折ります。両側の角を丸く切り落とします。印を一応打ちますね。これ打たなくても大丈夫です。だいたいこんな感じに丸く切ります。ここのだいたい中心のところに少しだけ切り目を入れておきます。このようにちょっとだけ切り目を入れました。半分に折れているところまで、このあたりまで広げます。ここの切り込みが浅いようであれば、この長さの半分ぐらいのあたりまでハサミで切り込みを入れます。この真ん中に入れた切り込みのところ、ハート型にしたいので、少し角を丸く落とすようにして、このようにハート型に切ります。根元の中心のところ、折り目のところですね、切り込みを入れたところからの半分よりも少し先のところまでですね、こんな感じですかね。中心からこのように切り込みを入れます。広げます。広げましたら、ここの切り込みが入ってないところ、まず1枚このように切り離していただいて、さらにここもまだ切り込みが入ってないので、この隣の切り込みと同じぐらいの長さまでこのように切り込みを入れます。そうしましたら、中心のところから1枚ずつ切り込みを入れたところまで、このように三角形に折り上げていきます。
1枚も同じように作ります。カールをします。お箸のような丸い棒を準備いたしまして、まずは1枚こちらの三角の折り上がっている方に向けて内側にカールします。このように丸い棒を当ててくるんとカールさせていきます。さらにハートのこの膨らみのところを斜めにところどころ内側に癖をつけていきます。もう一枚はこの三角の折り返してある方を裏に向けて裏の方にくるカールが入るように同じように丸い棒を当ててカールしていきます。カールしていればどのような方法で丸めていっても構いません。接着剤を準備して貼り合わせていきます。木工用ボンドを準備いたしました。爪楊枝など細いものの先に木工用ボンドを取り、ここの切り込みがある部分、ここをこのように貼り重ねていこうと思います。下の三角の部分と花びらの部分は少しだけで結構です。このように少し接着剤をつけましたら、花びらが重なるように2枚重ねてこのように貼れました。少しぐらいずれていても構いません。もう一枚の方も同じように切り込みが入った部分をこのように2枚重ねて貼っていきます。反り返った方の花びらの方を下にしていただき、内側に巻かれた方を上に貼ってきます。この三角形のところは閉じるようにしていただきます。上に貼ろうと思う内巻きの方の裏のところ、ちょうど五角形になっているところがございますので、こちらの裏に全体に接着剤をつけて、反り返っている花びらの方の上に重ねて貼ります。花びらと花びらの間に花びら、内巻きの花びらが来るようにずらすようにして中心を合わせて貼ります。もう一つの色も同じように作りました。花の芯を作ります。黄色の折り紙を1枚準備いたします。1枚で2つのお花の分ができます。まず半分に折って切り分けます。半分に切った折り紙を白い方を向けて、まず3分の1折り上げます。だいたいこことここの長さが一緒になっていれば大丈夫です。そうしましたら残った上側も折っていきます。先ほどの折り線に合わせて折ります。たたむとこのように3分の1の幅に折れました。そうしましたら、この折り山になっている辺から細かく
切り込みを入れていきます。最後まで切ってしまうと離れてしまうので、最後までは切らずにこのように少し残して細めに切っていきます。太くなったり細くなったりしても大丈夫です。長さもたくさん切り込んだり短くなったりしても大丈夫です。このように最後まで切り込みを入れていきます。切り込みが入りましたら、この切り込みを入れた方を少しカールをつけます。どちら側でも構いません。細い棒のようなものを、お箸のような棒のようなものの丸さを使ってこのように軽くカールをしていきます。少しだけこのように曲がりました。内側に曲がった方にこのように少し指で癖をつけてこのように丸めやすくします。癖をつけましたら、これを丸めて花の芯にして端っこに接着剤をつけてこのように貼ろうと思います。好きな大きさにこのように丸くすることができましたら、この端の方に接着剤をつけて、ちょっとひらひらして剥がれそうなとこがあればその箇所も接着剤をつけて、でこのようにして花の芯を作ります。カールしたところが少し戻ってきているようであれば、このように指でギュッギュッと内側に折り込むようにして押さえるとまたこのカールが戻ってきます。また少し広げたい場合はこのように指で押さえて広げると、このように広げることもできます。裏に返してこの丸めた縁のところに木工用ボンドを多めに取って盛り上げるように塗っていきます。少し縁にこのようにこんもりと置くように塗ります。この塗ったところが中心の縁にくるようにこのようにペタンと貼り合わせます。木工用ボンドの場合は白くはみ出しても透明になるので綺麗になります。これで椿が出来上がりました。松葉を作ります。10cm×20cm の緑色の紙を用意します。長い方の辺を1cm×2cm ぐらいの大体で結構です。幅で折り上げます。折ったところを広げまして半分に折り、さらに半分に折ります。広げてこの縦に3本入ったところをガイドにして4枚に切り離します。折り返した下の部分を残して切り込みを入れていきます。このように折り線のあたりまで切っていきます。このように切り込めました。4枚とも同じように切っていきます。折り山の方を上に向け内側に折るようにパタパタとくるくる回しながら
適当に折り曲げて細くします。最後のあたり、このあたりですね、ほどけてこないように接着剤で貼り付けておきます。4つとも同じように作った後、2つずつ根元を貼り合わせます。少しずらしてこちらが広がるように根元を重ねて貼っていきます。折り紙で扇子を作ります。まず半分に折ります。広げて今作った折り線の下の部分からだいたい3分の1のところを折り上げます。こことここがだいたい同じぐらいの長さになっていれば大丈夫です。そうしましたら、この折り線とこの折り線を重ねるように折ります。そうしますと、ここが3分の1に折れました。同じように反対側も折っていきます。このように6等分に折れました。大体で結構です。そうしましたら、こちらの幅でもう一度折っていただいて、手前に折り返します。で、また先ほどの折れ線のところで折って、手前に折り返します。これを繰り返すと、扇子の蛇腹折りに折れていきます。このように折れました。そうしましたら、中心のところで2つに折り、このようにいたします。ここに接着剤をつけて貼り合わせて扇子の形にいたします。2つ作りました。締め縄にすべてのパーツを貼り合わせていきます。一度置いてみてどのように貼っていくか計画を立てます。まず扇子をこの面でここで貼って、でこちらをこのようにして、一度置いてみて決まってから貼り合わせていきます。木工用ボンドを多めにつけて貼っていきます。ちょっと盛り上がるぐらいにつけます。締め縄も紙ですので、しっかり貼ることができます。最後、お花を貼るときには下の接着が少
少ししっかりくっついてからの方がいいかと思います。鼻の裏側のどこが接着面になるか貼ってみないとわからないので、少し広めに接着剤をつけていきます。花びらが重なっているところがあれば、花びら同士をくっつけるとさらにしっかりくっつきます。これで出来上がりです。色を変えてみるとまた違った雰囲気になるかと思います。糸の通し方は後ろにこのように空いている部分が結構ありますので、ここから糸を通して飾ることができます。また全体的にしっかりしていれば、こちら向きに飾ることもできます。手作りのお正月飾りでお正月をお迎えいたしましょう。